クンプレイヤーは複数のメディアプレイヤーに対応する KDE のシンプルなフロントエンドである。Windows 向けメディアプレイヤーであるザ・クンプレイヤーとは無関係。名前に反してクンプレイヤーはクンプレイヤーだけのフロントエンドではない。KDE3 ではザインやフメペグにも対応し、KDE4 ではフォノンやフメペグにも対応している。クンプレイヤーはエクストラギアに属するアプリケーションである。 そのため、インストールする際には、KDE のパッケージとは別にクンプレイヤーをダウンロードしてインストールすることになる。対応メディアプレイヤーがサポートする動画や、音楽フォーマットのファイル、DVD、ビデオ CD、オーディオ CD や t v を鑑賞したり、カメラを接続して見ることができる。クパートプラグインがあり、コンクラーで使える。クンプレイヤーには、ブックマーク機能があり、 あらかじめ多くのラジオ局やテレビ局の URL が登録されている。また、ユーザーがブックマークに URL を追加したり、ブックマークを編集したりできる。メニューの設定から、クンプレイヤーを設定を選ぶと出てくるウィンドウから、クンプレイヤー全体の設定を行うことができるほか、設定ファイルを直接編集して、設定を変えることもできる。クンプレイヤーには、 スキン機能がないが、表示する、背景色、全景色やフォントを設定することはできる。ありがとうございます。